ちらの収穫ですね。これもこのこちらで収穫された水菜。お、水菜。すごい。野菜がたくさんあるので。本当ですね。はい、これいただきます。これを輸入するのに、2ヶ月輸入する方法を見つけるのに1ヶ月長くかかって、そこから依頼してから1月またかかりました。今絶対してやる。はい、それとこれは本当はこの辺に入ってそうな感じじゃないですか。本当に全部入ってたかどうかわかんないですよ。あと6つ、ね、これも4つしかないからね。これ本当は16個あるんだけど、そうですね、食べなくていいやつは残る。エアを入れるためにですね、このエアポンプからの先を先っちょのところが針みたいになってる、あれを刺して入れるんですよ。それがね、ないんですね。だけどひょっとしたらこれ新しい改良型かもしれないな。これはすごくやりやすくなってる。そうですか。上がってきました。ほら、これで上がる。これでいいわけだ。これでいいわけだ。これでいいわけだ。よくできてる。よくできてる。これはよかった。これはね、これだったらもう簡単に量産できるから。いや、だけどこれはやっぱり単純に見えて、これはノウハウの塊ですね。これ持ってって、そのみんなのいるところのそばで置いといたら楽しいと思いますよ。フリースペースにしたらね、適当で。ちゃんと水吸ってますね。大丈夫、これもう出ますよ。そういう植物を通じた自然との、あるいは、離れた地域との、あるいは、自分の人生の中における一日の時間の、あるいは一年の時間の、そういったことに対する環境を取り戻そうっていう、そういうプロジェクトですよね。悪いですね。なぜなんでしょう。ちょっと座りが悪いですね。これ2週間です。2週間でここまで、はい、成長。やっぱりさすが犬塚さんだな。先生、バラバラにするだけ。そうなんです、はいはい、
この間でもうちょっと下に植えないとダメでしょうね、きっと。石が入りすぎ、石が入りすぎでしょうね、きっと。もっと下に行かないとダメなのかもしれませんね。とりあえずこれをこれでやってみましょう。これですよね、2本つながってますよね。スイッチを入れます。入れました。おお、水が上がってこない。出てます。出てきた、出てきた。硬いも出てきました。水が止まった。止まりました。こっちも来て、こっち止まっちゃいました。止まっちゃいましたね。こちらなんかブクブク出ちゃってますね。これこっちもまたブクブクしたのが上がってますね。ブクブクしちゃってますね。ああ上がってきました。入りっぱなしなんですよね。切るのが、切るのが分かんないですよね。15ミニッツ出して15ミニッツ休むと、はい、それが多分これ、うん、もしかしたらこれがもう初めからそういうものなのかもしれない、うん、刻みが4つありますもんね。あ、入らないちょっとこの幅が狭いみたいです。うん、ちょっと外しますけど、製品的にそんなことはありえない。でもこれはあの同じキットのものなんですよね。じゃあ無理に差し込んでも大丈夫かな。これはアースが入ってますね。無理に差し込んでもいい。高いです。アダプターが必要なのこれ。やっぱり入った、入りました。あ、入りました。方向があったみたいです。嘘みたい。え、本当ですか、うん。こう、逆だと入んないよ。こうだと、あ、こうじゃないと入らない信じられないですね、これ日本の逆だと考えられないよね。あ、本当だ、よく見ると大きさが違う気がすぎませんでした、うかつでした。これが実は、今、種からかわいい種から植えたかわいい植物で、これはルッコラとか野菜を見つけて、葉野菜系ね、実はね、それもぜひお知恵を一緒に借りて。言えるのは、窓辺で都市で野菜を育てるっていうのが決まっていないから、どういう形で、またはどういうシチュエーションでっていうのを自由に発想して。やっぱり貧弱ですか。根がでも下に出てること、出てることは出てるんですよね、こうやってね。本当ですね。そうなんですよね。だから何とも思わないんですけど、ね、何が考えられるんですか。これは育たないな。基本的にはあれですよね、液体が真ん中辺にこう落ちてくるんで、
なのでできるだけ端っこの方にね、端っこなんですが、端っこもこんな端っこなんですよね。苦悩が続きますね。続きますね。そうなんですよ、そういうところに生えてたからです ね、 ね、向こうの苗に比べたら葉っぱの色濃いですよ ね、 そうですね、つまり肥料吸ってるよってことだから、そう、うん、500倍にしてね、しているものであればしてもいいんですかね。ただもう前の液は500倍ではないですよ、かなり減ってますよね。減ってます。どん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 中の肥料分は減ってます。野菜が吸収していくから減っていっちゃいますよ。そう考えれば全特会でも色はいいじゃないですか、うん、お二人名人ですよ。本当にもうやり方に決まりはないのが農業の世界です。もう自分の創意工夫でやっていっちゃっていいんです。なんとなく成長してる感じしません？大丈夫ですか、そんなペースで、うん、ただね、うん、ある時までは植物ってすごく遅いんですよ。ある時になるとぐーっといく、うん、だから今はね、台風で言えば曲がる時ね。そんな感じですよ。あっちの苗ははっきり言っていい苗とは言えないんですよ。そうですか。うん、これはね、これはちょっと、伸びすぎちゃったでしょ。みんなこんな感じなんですよ、うん、これまあ、はっきり申し上げると、もっと太陽の光に当てなくちゃいけない。で、これなんか典型的だけど、日陰で育ってるから、もやしになっちゃうんですよね。うん、やっぱそうですよね。やっぱりね、太陽光、苗の時はとにかくしっかりとハードに作ってあげる。そうですよね。昔から言うじゃないですか、苗反作。そうそうそう、苗がちゃんとできれば、もう、栽培は半分できましたよっていう、うんうん、それこれ第一印象どんな感じ持たれました？まずファンタスティックと思った、うん、面白いねと思いました。でもね、縦型っていうのはユニークだし、家の中にこれ一つあるだけで随分変わりますよね、うん、それから思った以上に音が静かである。かえってこの音、これ眠りを誘うんじゃないですか。意外とこの雨だれの静かな音っていうのはいいですよね。バックにショパンの曲かなんか流しちゃったりしてね。使うけれども、うん、もうちょっと収納できるようになったあ、目立たないようなね、はい、いいかなって、うん、なんかもっとスタイリッシュな感じで、うん、であとなんかモーターを置くスペースとかもなんか日本だったらこうベランダに出る必要があるから、そのスペースも考えなきゃいけないじゃないですか。研究所でも工夫してて、あの見栄えだったんで、うんうん、学校で
やるとしたらとか、うん、家でやるとしたらってなると、うん、すごい難しいなって思いますね。室内で育てる野菜ってどうなんだろうか、なんかちょっと太陽の光とか浴びてないし不健康なイメージがあって、けどそのサブウェイで食べた時に全然そういう感じがなかったので調理をして出すっていう方法はありかなと思いました。こういう色なんですよね、土で作るとね。これ同じルッコラですけど、これですかね。出ました出ました、まだですよ。あ、そう、二段組ですか。ちっちゃなセルなんですけど、はい、こういう形のものありますよね。ありますよね。あの戦後あれから始まってんですよ、あの駐留軍の、あのアメリカ人とかって結構ほらサラダをたくさん食べるでしょう、ところが日本の野菜って当時なんて言うんだろう、霜植えとか、ああそうか、そういうやつでね、そういうんで信用してないんだ。これがどうなるかが、はい、これが川越生まれの銀座育ち、銀座育ち。最初のこれを逆にやる、うん、逆向きにしてたんですよ。そしたらこれが全部影になって、ああなるほどね。まず最初そう。ゴミ箱があったので、うん、これでまた、今後その、なんていうのね、この大型版を、うん、なんといっても、栽培をやる、まあ、農をやるということに関しても、うん、先生がおっしゃるように、うん、非常に意義があるという、もう意義があると思います。もちろん
アメリカで最もそういうことを必要としているのはニューヨークだし、あの日本で最もそういうことを必要としているのは東京であり、しかも銀座であると、あの、まあ、ふうに思ってます。だからそれをやるということは非常に価値があるし、あの農村で畑で育てる価値と、まあ、銀座で植物を育てる価値というと、やっぱりそれは質的に違うものがあると思いますね。で銀座で働くあるいは住んでる人が植物を育てることの大切さ、野菜をとして食料を、まあ、自分で作る体験をするその価値というのは、これは何者にも代え難いものがあると思いますし、それはまあ学校教育にも取り入れたいし、今会社でですね、そのオフィス全体をそうしようとしている会社が、まあ、いくつか現れて、もう僕はこれ大きなビジネスになると思うんですね。実際問題のそういうものを、あの少しじゃなくてオフィス全体に広げると、の社員の生産性が、仕事の生産性がうんと上がるという例が今出始めてますので、まあ、それはだけども、まあ、ある意味では、まあ、脳のある生活、脳のある職場というわけで、それはあの非常に期待して、おります。でもともとそういうチャレンジが欲しいなというふうに思ってます。植えては枯れ、植えては枯れの、歴史でした。この野菜がですね、突然たわわにバッと増えたんですね。でそれは驚きでした。で力強くこれだけが元気に、生えました。でその後にトマトが信じられないほどの生育を、今ここにご覧になっていただくと分かるんですが、愛情を注入するっていうことかなっていうふうに、恥ずかしいんですが、可愛い子たちというものにこの植物が、自分にとってはそういう存在になりました。何度も何度も植え替えるっていうことは飽きないことで、持続すること、これはすごく大切だと思います。持続するって愛情を込めて育てる、で最後に楽しいのがその育てたものを、いただく、食するっていう楽しみがこの、水耕栽培の、ウィンドファームにはありますので。はい、味はまずですね、本当に言われなかったらわからない、本当に本物の野菜、当たり前だけど水菜すごい美味しかったです、パリパリしてました。今日私も美味しいいただいてて、自分でもちょっとやってみたいなというふうに思ってしまいました。新鮮だし、室内で育ててるから普通に買ったものとは違うかなと思ってたんですけど、味も変わらずシャキシャキしてて美味しいなって思いました。普通に銀座中にこう広まったらすごいことになると思いますね。なんかやっぱり綺麗な感じがありますね。綺麗とか美しいっていうフレーズもなんか一緒に発信できるような
ものじゃないかなと思います。あの想像以上にしっかり味がしているし、歯ごたえもあるし、すごい美味しかったです。またあの今あの造園の仕事をしていて、こう都会に植物を入れに行くことはたくさんあるんですね。インテリア植物、観葉植物だったり、でも入れたっきりでこう皆さん結構枯らしてしまうんですよ。こう今まで触れてこなかった、植物に触れてこなかったので水をやり忘れてしまったりとか、でもこう食べれるものを育てるってなると、こう水をあげる習慣の、こう眺める習慣のとか、そう気にかける習慣ができるのかなと。そうするともっともっと、まあ、食べ物から今度お花だったり観賞物だったり、こういろんなものがもっと銀座が緑にあふれていくきっかけになるんじゃないかななんて感じました。みんながなんかこれを着たいって思うようなインテリアとしての、インテリアと家で野菜を食べれるっていうのももうちょっと突き詰められるんじゃないかなと思います。でもみんな銀座を最初にして あちこち田舎に行って、本物の土とか山とかそういったところにみんなが足を運んでもらえれば、うん、一番我々としては嬉しいんだけども、一方で都会の中でもこういうのができるよっていうのも大事なことなので、両方大事にしながら、こういうムーブメントが進んでくれると嬉しいなと思いますね。僕あのウィンドウファームって、あれが食料自給を、都市の食料自給を改善する役には立たないと思う。ほんのわずかしか作れないんですから、今度何ヶ月もかけてやったって、この一つの、ね、このテーブルで消費されちゃうんですから。だけどあれは一つのメディアで、あの例えばそこの中に入れる種だとか苗だとか、あるいはそのノウハウだとか、そういうことの時にそれをちゃんと持ってる人たちと僕らがつながれるメディアだと思う、うん、これも僕らはね失ってるんです。つまり農家の人っていうのは都会生活者にとってはとっても遠い人なんです。その人たちとつながれるメディアを自分の家の中の窓のとこ持ってる。ウィンドウファームですね、これを日本の若い女性、都市の巣に広げるために、まあ、事業で考えてくれませんかっていうオファーをいただきました。で正直すごく困ったんですよね。でなぜ困ったかというと、初めてこのハイライフさんにお邪魔をして学生を連れて行ってで見せて、帰って次の週の授業です、先生あれ無理です絶対売れませんって言われて、あっちゃーってこれどうしようかな、でなんでって聞いたら、いやだって全然おしゃれじゃないし、まあ、格好も良くないしイケてないし、あの最終的にあのプレゼンできるまでにあの学生頑張ってくれまして、でしかもあの私から見てもその非常に面白いアイデアを出してくれました。でただあの今の段階ではあくまでアイデアベースに過ぎませんので、また違った形でこれからも関わっていきたいと思っています。